晦日もうそろそろだ。座布団の端っこ握りしめて覚悟決めてテレビつけ食らいつく NHK 紅白ドテッパラにピストル放っていく脈拍決して目そらさずに焼き付ける網膜全身は硬直罪深って見にくいけれども手放せぬ感情が込み上がる。こんなにも苦しいこんなにも苦しい華やかな照明がすげえなって思った。あれはるさ俺の部屋きれいなって思った。赤だとか白がどうかどっちだって一緒だ。俺が負けてるってことだけは分かってた。午前0時鐘が鳴る訪れる新年ではなくてこの胸にしがみつく自らの信念にこそ書き初めを刻めよ。だってそうだろ、いつの時代も選ばれなかった人間は自ら選び取るしかないんだ。あー声を揃えてなんて歌われてたまるか。誰とも揃わねえ俺だけの歌だ。笑顔なんてやめろよ真顔にこそ用がある。眠ってる野望を息づい出してやる。愛が全てかそれは本当か。夢を叫んだって現実はたまらないじゃないか。信じてるなんてお前簡単に言うなよ。他人も自分も裏切ってきただろう。諦めた記憶こそひどく鮮明で立ち上がる俺の足掴んで離さない。変わらなきゃ変わらないそんなこと分かってる。決意のケツ引っ張らなく強くもうスヌーズはなしだ。一発で目覚めろ豚は死ねえ狼は生きろ。狼よ俺たちに慈悲とご加護なんて言わねえ。頼むから邪魔だけはするな。一人じゃないよなんて気休めを蹴飛ばして一人でもやれで歌を叫べ。ボタンは奥歯の上にある。噛みしめた時だけ鳴り響く音楽。どこへなぜどうして何をもってそこまでいつまで誰のため何のために追いかけ続ける問いかけの答え答え。さあ奇数なら奇数でトロツキで来いよ。ちゃんと狙え俺の心ならここにある。気づくことさえも誇りに思うそれは人間であるゆえ真剣であるゆえ通すのは寿司じゃなくて何よりも石だ。革命のページは中指でめくるんだ。生ぬるい現場には冷や水をぶっかけろ。反省はあったって後悔にするなよ。突破するセキュリティマイクジャック結構速攻で剣を心振るぼこ。居場所を一つなくしたなくしかなかった夜が連なった。まあ頼む頼むからもう一回だけチャンスくれ。叫びたくなるライブ何遍もあった。今度は式知らずに絶対にうまくやる。風呂場で震えうつむいた。涙を落とすならノートで受け止めろ。泣きわめき叫ぶならマイクを通せよ。俺の代わりなんざいくらでもいる。だからこそこの場所は絶対に譲らない。どこへなぜどうして何をもってそこまでいつまで誰のため何のために追いかけ続ける問いかけの声。